6.7.8点。はいはい、リタイアット。動画投稿悪しろよ。放送が手軽ゆえに許せとか言ってましたよ、あのアホ。確かに編集はめんどくさいが、ここで重要なのが。何が重要なんですか。これを見るにょん。さっさと動画作れ、このサルー。本当に申し訳ない。なので動画にできるゲームある。個人的にカブトムシバースになってるシャドバにしましょう。リプレイだけど許してね。対戦お願いします。エルフですか、リノセでしょうね。エルフはいつの時代も強い気がするにょん。さて、私たちのデッキですが、どう考えてもネタデッキです。本当にありがとうございました。このデッキは郵送工が庭園サタンといったところでしょう。バカじゃねえの。この後 OTK ドラゴンのデッキ真似たら勝率上がりました。おかげで今は D3。相手は多分 OTK でしょう。アグロバンクと並び、苦手なデッキですね。にしても久々すぎて何喋ればいいのやら。今回の動画は編集のリハビリみたいなものだにょん。名を出してきましたが、フォロワーがいないので問題なし。こちらは今のところ順調だけど、最初からサタンがあるのは邪魔かな。伝令から陶器をサーチ。ドロー、PP 増加、回復と3つも効果がある素晴らしいカード。相手はフォロワーを並べ始めました。しかし、まだサラマンダーブレスを使うには早い。ここは陶器使ってターンエンド。相手の出方は、顔殴ってターンエンド、エルフプリンセス明治がいない様子。それか、こちらにフォロワーがいないからやめといたのかな。ここはウリエルでアミュレットサーチ。サタンがあるので庭園は嬉しい。アイラも出してターンエンド。ウリエル除去しに来ると思いますが、予想通り、ついでにアイラも破壊してくれないですかね。そんなことはなく顔を取られました。でしょうね、私だってそうします。輝きを使って2ドローしてターンエンド。では、ここからがこのデッキの本領発揮。最強のアミュレット、鳳凰の庭園。アイラとウリエルでサーチ進化で盤面を有利に。サーチの結果は郵送、良い感じ。たまに2枚目の庭園来るけどね。ウリエルかわいい、やったー。対エルフでライフが15以上ないと不安で仕方ない。相手の動きは少し遅れてるので多分大丈夫。庭園があるからリノセウスが1コスで飛んできます。それでワンキルされると悔しいですよ。3コスでティアが出てきたにょん。盤面取られましたね、辛いな。除去カードあるから多少は大丈夫なはずが、バウンスでティアを戻され、アイラを戻され、よろしくない感じ。待って、帰らないで、除去できない。まあいいでしょう。どうするのこれ。サタン出してブレスでエグ除去して、ほうほう、あとは郵送出しておきましょう。なんで進化したし、イブ警戒かな。完全にガバガバプレイング。相手はサタンを除去でかなり消耗するはず。あわよくば生き残ってそのまま瀕死まで持っていきたいにょん。ハイカブトムシサーチ。ゴブリン明治は安定したサーチカード。こいつと白狼のおかげでエルフが嫌いになりました。そして手札に戻ってたティアが来ました。しかし、出したばかりのエグはサタンの除去に使わないといけない。それでも盤面がきつい、きつくない。ここで相手の謎進化、何がしたかったのか。これがわからない。ここからはアポカリプスデッキが火を吹くぜ。ここはディースが来て欲しかったですが、まあいいでしょう。ブレスで一掃する瞬間が気持ちよい。あとは沈黙の魔性で顔殴りましょう。あと運命も使いましょう。これは勝ち、確定だにょん。今回は甲賀の優勝女が活躍しませんでした。このデッキの勝ち方は甲賀と運命でワンショットもありえるにょん。相手はシンシアを進化させて沈黙の魔性を除去するつもりですね。打点が足りてないからリノセウス出さないといけない。相手が綺麗に回ってたら絶対負けてました。デッキ幅かみたいですが、戦い方は間違ってないはず。ここで庭園を割られましたが問題なし。最後は華々しく倒して差し上げましょう。綺麗に郵送アスタロトで締められたにょん。これを知った時は驚きましたよ。対戦ありがとうございました。かなり拙い動画になりましたが、この辺で終わりとします。次回は DF1 を動画にします。お楽しみに。